はい、では目的の盗賊の砦で行きましょう。ダラダラしております、申し訳ございません。でも確実に進んでます。はい、さあマジっぽい試合が来るな。サザビー強力ですからね。でアリサ入れてのスーザンで行く。まあ、正直ちょっとレベル上げ要因みたいな感じにもなってしまってる、スーザンとかに関しては。雑魚戦じゃないんですけどね、これは。言ったらこうストーリーを進める多分戦いなので、ある意味まあ常にボス戦みたいなことですから。白魔道士がおるな。うわー強そうこいつ。剣士ミルウーダ。そう、本体との連絡も途切れたのね。私たちももうおしまいのようね。何言ってるんですか。何言ってんの。戦いはまだ終わってないじゃないですか。そうですよ、やつら貴族どもが我々に謝罪するまで続くんです。兄さんのやり方が甘いから。誰の妹やこれ。敵衆。あいつなんやろ、あの職業。アイテム師じゃないよな。あいつら見習いかな。公爵様を救出できたのもラムザたちのおかげだ。この作戦が終了するまでは手伝うぜ。サンキュー。これは剣士ミルウーダを倒せ。了解。これはそんなにやばくなさそうな雰囲気やな。遠距離はまずいないでしょ。今度は、そして今回からはディリータとアルガスがナイトなんで、ミルウーダすごい体力。スザンヌ白魔法入れていくけど、結局範囲なんでよく見ておけばこっちも回復狙えると思うんですよね。ミランダカーカー、シーフ。そんな職業があるのか。反撃決まった。あれケアルかなんかやろうとしとると思うんやけどな。うまく回復狙えないか。攻めますよ。多分この辺にケアルが来る可能性が。何してんの、なんでそんなことしたん。あ、お水があったのね、目の前に。剣術ガッツくらえ。48決まった。超強。これここでいいか。頭ぶん殴るか。こっから上から頭をぶん殴る。よいしょ。さあ行きましょう。スーザン急激だからこの水を渡るっていうことがしんどいんやね、多分ね。はい、了解です。白魔法やっといてあげてもいいけど、ね、ここね、こいつね、やってあげようか。行動チャージ、チャージプラニ狙えるところ、範囲惜しい、惜しいね。じゃあ待機。あれ、こいつブリザードやっとったんか。しまった、ケアルやと思ってた。くらった。そうですか、あなた白魔同士でもブリザードもできたのね。やるやんけ。少なくとも転職、新卒じゃないな、あいつ中途採用やな。中途採用の白魔同士ですね。前職の経験生かして頑張りますパターンのやつですね、これ。来た、こいつ正々堂々まじきやがるな。強っ。いやー、なかなかやっぱりいかついダメージ。まあまあ、そう、当然そうやろな。こいつを倒したらシナリオが終わるんやから。うわー、うまいなー、出てき方。え、攻撃来ない。
C 何かをチャージしてやがる、何かをチャージしている、まずいぞい。これはアイテムを使ってあげるパターンで、こいつを、よし、OK ですと。そして、待機させるか。やはりチャージできた。ガード決まった、バカが。よし。チャージって物理攻撃にも使えるんや。物理っていうか、殴りにもチャージ使えるんや。っていうか移動しやがったな。スザンヌはあそこを狙ってきてる。これ気をつけないとダメですよ。あれ狙われてるのかなり気をつけないとダメです。これなんか変なことしとる、なんかしとる、なんかしとる、なんかしとる。見えんかった今、なんかごそごそっとしょった今、ごそごそっとなんかしょったな。どこ狙った今、今ごそごそっとなんかしょったぞ。ラムザ君がてめえこれ、よし40、素晴らしいダメージだ、素晴らしすぎる。こいつよ、お前何してんの、お前何しとん、お前何しとんこれ。倒しきれそう、どうすっかな。回復してあげたいが、こいつ絶対ナイトに狙われると思うんですね。こっち行くか。で、白魔法、ケアル、この辺りを回復してあげたいが、すぐ発動したらいいけどな。ブリザードが飛んでくる。多分弓付けのところに来る。うわー、ここ。痛いところに来ましたね。でも今日、ケアルが発動すれば完璧なんやけど。このケアルが、そこに入る。リリータ回復した。そして、ケアル出た。このケアルが、よし、とりあえず今ブリザード食らった組は回復したね。そしてアルガスどこ行く？ああ、こっち殴るか。ムカついてたね、やっぱ。やっぱムカついてた。よし、倒して、どうする？白魔導士倒しに行きたいですけどね。ここら辺に移動して、チャージでいいか。丁寧に、まずはミルウーダ以外を仕留めにかかると。うわ、来た、来た、来た。仕留めに来やがった。威力が半端ない！くわ、やばいやばいやばい、大丈夫大丈夫。えきつー、僕行かれたな。ハートを盗む、ミス、あぶね。ハートを盗むときましたか。なかなか盗まれへんよハートは、言っとくけど。そうそう、そんなトラップにはかかりません私は。またこれケアル準備やね、多分ね。ケアルの準備をしておられるね。どうします、こいつを倒してしまいます、倒してしまおうか。ハート盗まれる可能性あるから、おいーす。 OK で、やーめ、やーめっちゅうの。これを倒す。まあでもここの戦闘格段に楽ですね、格段に楽です。ちょっとあの女戦士が、女ナイトが怖いけど、レイズ、レイズ、ケアルが空振った。レイズ、いいね。よし、うわ40、しかも40も回復するのか。でも多分速攻でいかれる。後ろに回り込んで、
ズドン、感情くらった。弓使いさん、ちょっと逃げましょう。逃げた上でチャージ、狙ってく。ん？あ、貴族が何だと言うんだ。私たちは貴族の家畜じゃない。私たちは人間だわ。あなたたちと同じ人間よ。そんなこと分かってる。私たちとあなたたちの間にどんな差があるっていうの。生まれた家が違うだけじゃないの。ひもじい思いをしたことがある。数ヶ月も豆だけのスープで暮らしたことがあるの。なぜ私たちが飢えなければならない。それはあなたたち貴族が奪うからだ。生きる権利の全てを奪うからだ。うわぁ、うわぁ、もうこいつ最悪やな。同じ人間だと、汚らわしい。生まれた瞬間からお前たちは俺たち貴族に尽くさねばならない。生まれた瞬間からお前たちは俺たち貴族の家畜なんだ。なんだと、誰が決めた。そんなに不審なこと誰が決めた。それは天の意志だ。天の意志、神がそのようなことをのたまうものか。神の前では何人たりとも平等のはず。神はそのようなことを許しにはならない。なるはずがない。家畜に神はいない。家畜なこいつ、死ねえ。お前は ラムさん、彼女は本当に僕らの敵なのか。いや、味方や。後ろ後ろ、あいつ、あいつを誰かやれ。あの横分けの、横分けの金髪のあの小太りのやつ、あいつやれ。誰かもう、ほんまの敵はあいつや。もうどう考えても、どう考えてもやはり私も感情移入するのは何回も言ってますが、こちらサイドの、緑サイドの人たちですな。そう、どうなんねんこのストーリー。どうなっていくんやろマジで。投石よこんなもん、投石よここに。もうくさあ、もうこんなもん投石やで。これこれ当たってまうな、あいつに。高い位置いるから大丈夫かな。当たってまうかな。あ、ごめん、あ、ごめん、魚目、魚の目と書いて魚目。貴様、俺ら貴様絶対戦えへんやろうしな。倒すしかないやろな。悲しい戦いやなこれ。悲しい戦いですわ。サザビーもそこそこいいブランドですからね。もうこいつらブランド、ブランドもに身をまとっとる奴らやわ。もうクソ野郎やわ、もう。クソ野郎ですよ、これ。嫌、もうめっちゃ嫌いになってきたわ。ここからのストーリーがものすごく楽しみです。いったー。ゴイゴイやんこいつ。うわ、当たらない。ディリータも容赦なくミシディアの白魔導士を倒そうとしてる。容赦ねえなこいつも。まあでもなんかちょっと気づき始めてましたもんね。お、宝箱、お宝、お宝。はい、ミスリルナイフ、行動、投石、届かない、投石。一応当てとくかこれ、当てとくかこれ。ほら目覚ませよ。一応目だけ覚まさせといて、あ、条件達成やから一応これで終わりか。おとなしく剣を捨てるんだ。抵抗しなければ命だけは助けよう。仲間になってくれ、できれば。
一緒に戦っていこう、女戦士よ。アイアンソードゲット、ブロンズシールドゲット、いいね、ブロンズシールド。ブロンズシールドって多分まだ1個も持ってないですよね。殺せ殺せ、我々どうせ家畜なんだ、殺せ。そんなことはない、それほどまでに僕らが憎いのか。ラムザやれ、殺すんだ。こいつはお前の敵だ、ベオルブ家の敵だ、わかるか、お前の敵なんだよ。こいつは敗者だ、人生の敗者だ。敗者を生かしておく余裕はどこにもない。こいつを殺さなければ次に死ぬのは俺たちだ。共に歩む道などどこにもない。殺せラムザ、お前がその手でやるんだ。なるほどな。こいつにもでも危機感はあるんやな。ラムザ、僕には彼女ができとは思えない。なんだと、気でも狂ったのかビビータ。彼女は家畜じゃない、そうさ、僕らと同じ人間だ。裏切るのかディリータ、やはりお前は。情けをかけるのか、舐められたものね。あなたがあのベオルブ家の一員である以上、あなたは私の敵よ。それを覚えておくといいわ。見逃すのか。ディリータ、僕らは同一もこいつも、うわ、ちょっとディリータのこともチクられるんちゃう、これアルガスやばいぞ。城帰らん方がいいんじゃないか。ディリータがなんかこんなこと言ってました的なことになるんちゃうの、これやばいぞ。同時刻、ガリオンヌの生徒イグーロス、ベオルブ邸。やばいなこれ。ティータ、いや、やめて、話、ティータ、妹やろ。うわ、持ってかれた。ティータ持ってかれんの。早くしろ、ゴラグロス。騎士ゴラグロス。すごい連れてき方やん。めっちゃ嫌がってるやん。嫌がってるニャンさんを無理やり散歩に連れて行こうとした時やん、これ。リードつけて嫌がってるニャンさん無理やり散歩連れて行こうとした時の感じ。痛い、手を離して。ミーさん、へぇー、これ。助けに来よった。ここまでか。すげえやん、こいつめっちゃ強いやん。ザルバック出た。ザルかカバンかわからんやつ。大丈夫か、アルマ。ええ、私は大丈夫。それよりティータが。ああ、わかっている。アルマだけは助かったんやな。行かれてんやん、こいつ。兄上。行かれてもうてんやん。ダイスダーグ教、私は大丈夫だ。アルマは無事か。はい、なんともありません。ひどい怪我。どっち？自分は何ともなくて、あなたがダイスダーグがひどい怪我ってことね。何ともありません、ひどい怪我。まあ、まさかここを襲撃するとは。私を狙ってきたか。5人ほどやられました。ヒータもさらわれてしまいました。奴らを追え、草の根を分けても探し出せ。兄さん、それ以上喋らないで。ムクロリョ断命。あー、兄さん、誰かいないのか。あっちゃー、これ持ってかれてんやん、これ。てかティータ持ってかれたん痛いな、これ。ディリータがこの揺らいでる時にティータ持ってかれたパターンは痛いぞ、これね。ちょっと、ね、心が揺らいでるところでどうなんて話なんですよ、これね。ちょっとね、いや、これどうなん？一応生きてはいるんや。敵のアジトを落としたそうだな。よくやった。あとはザルバッグに任せてゆっくりで休むがいい。ご苦労だったな。いや、そんな問題じゃない。そんな問題じゃない。心配するのは大した傷ではない。兄さん、ティータは、そう、ティータよ。ティータはどうなるんですか？まさか貴族の出じゃないから助けに行かへんのはちゃうやろな。奴らの本拠地を発見次第、ザルバッグが総攻撃をかける。
そんな袋旅団はもうガタガタだ。逃げている者も数十人しかいない。頭目のミーグラフは未だに捕らえていないが、それも時間の問題だろう。ピーターはもうほっとくってことやんな。ピーターを見殺しにするんですか。心配するな。手は打ってある。ピーターの身柄を取り戻すまでは総攻撃などはせん。絶対にな。めっちゃ怪しいな。実の妹のように思っているピーターを見殺しになどするものか。ほんまか。約束しろよ、マジで。現場はそうは思とらへんのちゃうか。待てよ、ディリーター。どこへ行こうって言うんだ。とにかく落ち着けよ。落ち着いてられるか、アホ。落ち着いてられるか、アホ。妹行かれてんねんぞ。どこにいるかもわからないんだ。当てもなく探したって意味がないよ。意味がないだと。たった一人の妹なんだぞ。ほっとけや、お前。行かせろや。兄さんも言ってたじゃないか。ピーターを見殺しにはしないって。とにかく今動いても苦しいよ。すまない、ラムザ。大丈夫か。ああ、ごほ。俺は絶対なんて言葉を絶対に信じないけどな。兄さんが嘘をついてるとでも。ああ、俺だったら平民の娘を助けるなんてことはしないな。きたー。はっきり言いやがった。もうちょっとこれ喧嘩打っとるっすね。なんだと？お前たち平民のために兵など動かさんと言っているんだ。貴様。殴った。寄せ、ディリータ。殴ったね。貴族にも殴られたことないのに。話せ、畜生、話せ。ムカつくな、こいつ。うん、やっぱり平民は所詮平民だ。貴族になれやしない。ディリータ、お前はここにいちゃいけないやつなんだよ。わかるか、この野郎。言わせておけば。やめろ、ディリータ。アルガスもいい加減しろ。ラムザ、目を覚ませ。そいつは俺たちとは違う。わかるだろう、ラムザ。俺たち貴族がこい、俺たち貴族とこいつは一緒に暮らしていけないんだ。バカな、ディリータ親友だ。兄弟みたいに暮らしてきたんだ。だからこそ目を覚ませ。友達ごっこはもうおしまいだ。君は名高きベオルブ家の御曹司だ。貴族の中の貴族だ。こいつと一緒にいちゃいけない。少なくとも君の兄貴たちはそう思ってるはずだぜ。最悪や、もう。最悪や。お前みたいな貴族ばかりじゃない。俺はラムザを信じる。僕の前から消えろ。二度と現れるな。釣れない言葉だな。仲間じゃないか。二度とは言わないぞ。さっさと行け。みたいな。みたいな感じでやりよった。奴らの本拠地はジークデントリデだ。君の兄貴に聞いたよ。もっとも正面からは近づけないぜ。幾重もの警戒線が引かれているとさ、裏から攻めるしかないな。まあせいぜい頑張ってくれよ、甘ったれた御曹司さん。うせろ、ベイベー。腹立つなぁ。いやぁ、もうディリータがかわいそすぎる。いや、もうディリータ辛いなぁ。辛いよなぁ。わかるよ、ディリータ。すげぇ、いっぱい赤いの出てきた。すげぇ、いっぱい赤いの出てきた。わかるよ、ディリータ。辛い気持ち。あれ？イベント発生か？敵じゃなさそうやね。ああ、喋るんや。綺麗だな。ティータもどこかでこの夕日を見てるのかな。意外とのんき。大丈夫だよ、ディリータ。ティータは無事さ。違和感は感じていたさ。ずっと昔からな。まあ、そうやね。アルガスの言ったことを気にしてるのか。いや、そらね、こっちはね、どんなに頑張っても覆せないものがあるんだな。そんなこと言うなよ。努力すれば。いや、こういうね、身分のね、貴族と、まあ、平民っていうのはね、そんなもう努力とかでひっくり返るようなもんじゃないんですよ。
それはまあもちろん、その今までの歴史がもうそれを証明してますから、実際にアニキラは、兄貴というか親父はラムザにリリータがいい片腕になると、お前の部下になると、その優秀な部下になるからよかったなみたいな言い方してました。もうすでにもうそういう、もう全て固められた世界、今とは全然違いますね。今の日本とは全然違う。本当に辛いですね、こういうのは。特にヨーロッパはこういう感じが強かったと思いますけど、別に日本ももちろん身分制ありましたからね。努力すれば将軍になれる。この手でティータを助けたいのに何もできやしない。僕は持たざるものなんだ。悔しいな、悔しいよな。でも現代だって似たようなことはあります。もちろん両親がものすごくお金持ちだったりね、両親が例えば何でしょう、資産家だったりするだけで、やっぱり息子、その家に生まれた人は当然有利に行きますし、例えば芸能界とかだって、政治家だって世襲って多いですし、世襲とか二代目とか、もうそれだけで別に実力がなくても、もしくはまあ中途半端でも、ね、実力がものすごくある人よりも、先に売れたり、先に上に行っちゃったり、お金持ちになっちゃったりするっていうことを、本当によくありますし、僕は逆にもう本当に平凡なサラリーマンの家に生まれた、自分はね、生まれたので、その、僕自身持たざるものなので、もうどうしてもディリータの方に、こう、肩入れしてしまう部分があります。覚えてるか？親父さんに教えてもらった草笛を。できるやん、二人とも。何してんのこれ。おもんない会やな、これ。おもんない演奏会やな、これ。題名のない演奏会の。ピーとピーしか言わへん。はい。じゃあ、まあ、鑑賞に浸っておりましたが、この辺で、今回終了したいと思います。ちょっとお金もありますので、買い物だけはガリランドの方でしておこうと思います。はい。では見ていただいてありがとうございました。